始まりました。トミヤクチャンネル、私ミッチーは松岡店長です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、この畑が、そろそろね、剪定もね、いきなりも終わってね、ちょっと次の場所にね移ろうと思うので、ちょっとね、剪定靴が結構溜まったので、これからね、おやつ作りをしてね、そのおやつを食べて、まあね、これから春の作業をね、たくさん頑張っていこうと思います。それではね、カメラの方に切り替えます。はい、でね、こんな感じでもうね、ちょっとどんなおやつかはね、予想がつくかと思うんですけどね、この準備の様子はね、またちょっと上の方にね、差し込んでおこうと思うんですけど、それからね、ちょっと焼き芋をね、したいと思います。でね、焼き芋もね、いいんですけど、ちょっとね、まあ風もちょっとあったりね、この季節あの結構火事とかがね発生してたりするので、まあね、水を準備するとかね、この火がついてる間はね、この場から離れないなどね、注意をしっかりして、またね、楽しみも入れていけたらなと思います。はい、それではね、これからね、芋をね、いきたいと思います。でね、この芋なんですけどね、まずね、この芋洗ってね、新聞紙に、くるんで、でその新聞紙くるんだやつをまた水に濡らして、このアルミにねくるんで、この茶器を焼きます。こんな感じで、遠赤外線の、ね、状態で作っていきます。で、ね、15分ぐらいしたらね、ちょっと一旦裏返して、それでまた15分の様子を見て、竹串を、ね、刺して完成を確かめたいと思います。ちょっとね、火があまりあると良くないので、ちょっとね、避けて火も取った後、またね、最後綺麗に焼きたいと思います。はい、それではあの15分経ちましたので、ちょっと裏返したいと思います。はい、これでもう15分待ちたいと思います。さあ、美味しい焼き芋ができるでしょうか。それではね、時間が来ましたので出してみたいと思います。よし。ああ、めっちゃええ匂いしょ、これ。ちょっと一つ竹串で、ね、刺してできてるかどうか。もうなんかでもふわふわなんで、これ多分柔らかい感じじゃないですかね。いいんじゃないでしょうか。じゃあね、早速ちょっと開けてやつにね、サインします。ここに、ね、やっぱり一緒に説明したと思うんですけどね、新聞にくるんでからアルミホイルにくるんで、うわ、絶対おいしいやつや。うわ、もう蜜が溢れてます。
うわ、見えますかこれ。めっちゃ美味しそう。ちょっと食べようかな。いただきます。うわ、これめっちゃ、これめっちゃやばいって。シルクスイートっていう品種でね。いただきます。ちょっとね、日焼けの跡がすごいんですけど、めちゃめちゃ美味しい。これシルクスイートって味がします。うまっ。はい、はい、ということでね、今日はこんな感じで、もうね、桃農家の特権じゃないですけどね、剪定くずを利用した3時のおやつを作ってみました。でね、最初にもねお話しましたけども、最近ね火事が多かったりとかねしますので、しっかりね水を準備するとか、とこうね消え終わるまで立ち去らないっていうのをね徹底してもらって、まあね、こう焼かないのがね一番いいんでしょうけどね、まあね、いろいろなね楽しみ方をしていただけたらなと思います。それではね、今回これで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。あとね、最後一つ店長の小ネタなんですけど ね、焼き芋は皮と一緒に食べたらおならが出にくいらしいです。でもたくさん食べたら出るよね。